カーリエ博物館、カーリエ博物館、カレイエミューズシーは、イスタンブール旧市街の北西、テオドシウスの城壁と、幹線道路が交わるエディルネモンの近くにある、博物館である。建物自体は、東ローマ帝国の時代であった11世紀に、聖教会修道院の付属教会堂として建設されたもので、14世紀まで、完結的に増改築が繰り返された。 オスマン帝国の時代になると、モスクに改装され、名称もカーリエジャーミーと改められたが、トルコ共和国によってその美術的価値が認められ、無宗教の博物館となった。正教会の教会堂としては、同じイスタンブールにあるアヤソフィアなどと比べると、小規模で雑な印象の建築であるが、14世紀に作成され、しばしばビサンティン美術の最高傑作と評価されるもいくと、 フレスコ画が残されており、イスタンブールでも有名な観光スポットである。イスタンブール歴史地域として、世界遺産にも登録されている。カーリエ博物館は、聖教会の修道院の付属制度であり、本来の名称は、コーラ修道院付属装テる、旧聖主制度である。この建物を要した、コーラ修道院の起源は古く、 設立は六世紀から七世紀と考えられる。コーラとはギリシア語で、田舎内市は郊外を意味しており、その名の通り、修道院の敷地はコンスタンティノポリスの北西、中心部から遠い第六丘陵に位置した。さらに、コーラという言葉は、聖教会、キリスト教において、責身受肉の神秘を指す、象徴的な意味をも持っている。 現在残っている聖堂の建設過程は複雑で、始まりは12世紀初期に、アレクシオス一世、コムネノスの子、イサキオスコムネノスによって建設された建物が母体になっている。振動とアップス、ボールとの一部はこの時のものがそのまま残っていると考えられる。ドームは直径7メートルで、この時代の平面形式は、円外式バシリカに近いものであった。 この形態の境界道は暗黒時代にあたる時期のビザンティン建築に特有のものであったため考古学的調査で明らかになるまでは7世紀頃の創建と考えられていた。14世紀前期の造改築は政治家見学者のテオドロス・メトキテスによって行われた。1321年3月に完成したことが明らかなので1316年から1321年に かけて、ドームの改築、振動の周囲に内外二つのナルテクスと、南側のボビオーレイーハイドウ、パレクリシオンの設置がなされ、内陣左右の省レーハイドウが復加された。その結果、建物はかなり不規則な形状となり、軸線はずれ、ナルテクスは大きさの異なる石像塀によって分設されている。このように、建築としての質は良くないが、今日見ることのできるフレスコ側、 この時に描かれたものである。オスマン帝国時代になると、モスク、イスラム教礼拝堂に転用され、カーリー・ジャーミーと命名された。聖堂からモスクへと改修されるにあたり、聖堂内部の装飾は、アザブと漆喰によって塗り込みられ、内陣にはミフラーブが作られた。さらに、ミナーレ、ミナレットが追加され、ドームは漆喰を上塗りした木造のものに、作り替えられた。 19世紀末には、アーチが連続していた西側及び、南側正面の軒部分は水平に改装されている。1948年から1958年に、かけて、ポール・アンダー・ウッド率いるアメリカのビザンティン、研究所によって上塗りが除去され、ビザンティン美術末期の装飾が蘇った。百五十八年、カーリエ・ジャー・ビーは無宗教の博物館に変更され、今日、 一般に公開されている。カーリエ美術館の建物は三つの領域に分かれている。玄関のような役割のナルテクス、うちナルテクスと外ナルテクスで構成される、聖堂の内陣そして母病礼拝堂、パレクレシオンである。聖堂には六つのドーム、うちナルテクスに二、パレクレシオンに一、内陣に三つが存在する。 ビサンティン美術の傑作とされるモザイクは180以上の場面が描かれているが、主に7つの主題に分かれる。フレスコ側80以上の場面を構成し、3つの群をなす。ソトナルテクス、エクソナルテクスは、聖堂の玄関にあたる奥行き4メートル、幅23メートルの空間である。南端はパレクレシオンへの入り口部分にあたり、全体として、 L の文字を横にしたような平面となってい外、ナルテクスから内ナルテクスに至る、正面入り口上部には、パントクラトールが描かれ、命あるもののコーラとの名文が刻まれる。この部分の装飾は、以下の通りハリストス、キリストの生涯が描かれている。外ナルテクスの内側にある空間。奥行き4メートル、幅18メートル、中央の扉内陣への入り口。 南側の扉はパレクレシオンの手前にある外、ナルテクスに通じている。北端は側楼への入り口が設けられ、そのままプロテスに通じる。内、ナルテクスにはハリストス、キリストの祖先が描かれた二つのドームがあり、ハリストスを中心としてパンプキンドームのくぼみ一つ一つに人物像が描かれている。内、ナルテクスから神道に至る入り口の上部には、 ハリストスと聖堂を捧げるテオドロスメトキテスが描かれ、外ナルテクスの入り口と同じく、命ある者ののーラとの名がある。その右側には、聖神女とハリストスが描かれるが、構図はほとんどハギアソフィア大聖堂のデーシスである。ハリストスには、カルキティスとの名文があり、これは皇帝宮殿のハルケモンにあったイコンをもとにしたもので、あることがわかる。この空間のモザイクは、 主に生神女、聖母に関わる物語が描かれている。以下はボールトに描かれた、聖神女の生涯。内人の装飾はあまり保存されていないが、振動に三つのパネルが残る。テンプロンがあったと思われる場所の左右には、大理石に縁取られた、ハリストスと聖母子が描かれている。それぞれに、命あるもののコーラ、土地、住処、か、郊外、含まれ得ぬもの、 イコール神のの土地、住処郊外との名分が刻まれている。西戸口上部には、聖神女終身、恋メス眠りの聖母が描かれる。外ナルテクス南側は、一族の埋葬及び礼拝のために作られたパレクレシオンに通じている。聖堂の2番目に大きいドーム、直径4.5メートルは、このパレクレシオンの中央に存在し、 その下部に内陣に通じる小さい通路が設けられている。パレクリシオンは、ナルテクスのようなモザイクではなく、フレスコ画による装飾が行われている。アプスにある、マンドルラを背景に立つハリストスがアダムとエヴァを、引き上げる、場面、復活は、ビサンティン美術屈指の名画として挙げられる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。